もう無理だ、この試合無理なのか。でも回復薬がいないもんな、やべえな。もう特効薬とか、うわー、もう右どうにしようもねえな、マジで。あー、ハヤテの羽。あー、お前ら何してる、めっちゃ無駄な戦いしてるぞ。無駄だ、あ、無駄だ、マジ無駄だ。バカ野郎、バカ野郎。敵どんどん来るな、こいつら。アホじゃねえの。あー、これまずいな。回復しよう。とりあえず今回復するしかない。輸送部隊で受け取る。特効薬持っとくか。あと、レイブンだ。受け取る。聖水使っとくか。で、これで交換。聖水が欲しい、欲しいでござる。聖水が欲しい。手荒れで敵を殺しても意味ないもんね。特効薬。持ち物、特効薬使う。OK。よし、いいね。もう特効薬を回していくしかないな。お、食らってないな。よしよしよし。よしよし。当分敵を倒さんな。オッケー。この敵を倒さないっていうのがいいね。これ絶対こいつ死ぬから。この枠が絶対開くから。先に倒しちゃおう。この長槍対長槍やったらどっちが勝つんだ？弓対弓か。弓対弓やったら。うわ、きつっ！ 1 対1で普通に負けるんか。きついな。今のとこ。長槍。オッケー。よーし。経験値アップ。敵がやっぱ明らかに強いんだろうな、これ。あんまり経験値もらえないもんな。もうミルラはもう戦えんな。もうあと本当に守るしかないな。でも普通にね、能力値は強いんだよな。19、19、20って言ってもギリギリ戦える程度のやつないと攻撃できんくなるけどな。もうな、ほんとな、もうダメなんだよな。無理だ。持ち物。じゃあ、交換。鉄の槍だ。鉄の剣ね。はい、これで攻撃されることないから、でも死ぬか、普通に。やべ。あ、やべ。やばいやばい。どうしようどうしよう。勇者の槍、勇者の槍で敵殲滅するか、むしろ。マジかよ。あー、やっぱこのゲームって2回攻撃までしかできないんか。俺4回攻撃ぐらいまでできるんかと思ったわ。くっそ、マジか。手荒れにしても意味ないもんな。反撃するだけだもんな。でもね、もう左から来ないと思うんだよな。いや、回復に回復しよう。あ、回復できんのか。くっそ、こいつなんか持っとん。何も持ってねえし。回復持ってねえんか。きついな。あ、ここ離れるわけにはいかんしな。困ったな。ミルは追放されたら死ぬかな。いや、死なんと思うな。多分死なんな。死なん、死なんけ。ターン終了。あえてこのままでいい。あと1体いるんだよな、後ろに。弓が、お、来ないな。これは来れないパターンだぞ。お、いいね、いいね。さあ、13ターン待つだけなんだ。あー、これ殺しちゃうな。うん、絶対殺しちゃう。うわー、もうヘイフラム強すぎ。バカじゃん。ヘイフラム倒すな。よしよしよし。そこでそこでボーっとしよう。ギー、あぶねー。必殺は厄介だな。倒しても出てくるから意味ねえな。敵本当に多いな。てか左、あ、右上から敵全然来ねえな。てか死んだし。さあ、こう、うわー、びっくりするわ。バイ、うん、いや、よくないよくないよくない。全然よくない。全然意味ないわ。
え、そこ、そっち倒す？そっち倒す？意味なし。あ、バカなの？でも攻撃する手段がねえぞ、相手。あー、やばい。うわ、マジ、こいつらマジバカ。マジバカ、こいつら。強すぎ。あー、なんかすげえ強いの奪われたよ、結局それは。これ、もう2歩下がったがいいな、これ。なんで俺ここで待ってんの？攻撃されるだけじゃん。ここは移動できるんだろ。ここにさ、3体こう、列になった方が絶対いいな。何してる俺。バカじゃん。うわー、でもきついな、これ。特効薬持ってるね。よし。持ち物特効薬を使うと。おい、へぇー！そして、これを交換。特効薬もらいます。持ち物特効薬使います。おいーで、これで、ここからの、だから、あれだよな。最大で1人3回しか攻撃食らわないってこと。ならいけるはず。意味ねえな。うわー、届かねえな。意味ねえ。3ってやばいな。ゴミ。どうしたらいいんだろう。あんまやることない。ヒーニアス邪魔だな。意味ねえ。こいつおる価値ないな。したところで、これ交換しとくか。傷伏せあげる。で、エフラムで持ち物聖水を使う。エリック、エリックが使いたかったんだけどな、本来。輸送部隊、もう意味ねえよ。エリックやばいんだよな。あ、魔法を上げるためにアウトドアにすればよかったか。いや、でも敵倒しちゃうしな。敵倒しちゃうんだよな、マジで。どうしようかな、これ。でね、これももう一歩、あれした方がいいな。これこっち置いて。で、これをこっち置いて。武器？うん、倒すか。はい。うわ、ミルラ死んだし。くそ、防御薬がなくなった。あ、でも死ぬんや、あれで。お、エーリーク頑張れ。ここを乗り越えればあとはなんとかいけそうな気がする。もう回復薬、うー、びっくりした。右から来るんかと思った。ここをなんとか守りきればいけるはずなんだ。やめて。いいね。あー、でも次倒しちゃうな。次倒すなら倒しちゃいたいんだよ、先に。いいね、お前めっちゃいいね。テッセル超いいじゃん。エフラム、エフラム、オッケー、オッケー。お前はそこで、そこで休んどけ。うわ、いっぱい来たな。来てるねバカだね、これマジで。聖水使いたいな。あ、けどこれ聖水使う必要なくなったぞ。サンダーストーム覚えた。あー、もう関係ない関係ない。あーはーもう好きにして、好きにして。もう無理、もう無理もう無理、もう無理、全然無理。俺はクリアするだけだから。あと3ターン。よーし。あ、こっち多分倒しちゃうんだよな。これ倒せんかな。お、倒せるぞ。とりあえず倒せる。てか鉄の、鉄でギリギリか。うん、いや倒しちゃおう。相手斧なんだよなーと言っても、まあこれはしょうがない。倒すしかない。次反撃でやりしたらエリックダメージ食らう可能性の方が高いやだな。傷薬を使っておくと。ゲイ潜水は使う必要ないな。うん、だって魔法使いが下にいないからね。あとこいつも倒しておきたいな。こいつら2人、あの反撃して倒しちゃうな。
なり。わー、これねエフラムはちょっと弱い武器を使わんといけないからな。エリック強いから、あエフラム強いから先にこうやって倒そうかな。オッケー、あえて右側のやつを狙うやつ、めっちゃ上がるな。もうこれもうすぐマックスになるんじゃない、強いなこれ。魔法以外強いな。あれ魔法力ってなんで、魔法力なんて、あディッセルの影か、違うな、聖水の影だ。何がディッセルの影だ、だよだよ。あー交換する前に、交換する前に、でもこいつ動けんぞ、バカだね、何もせんし、バカめ、左上何もできまい、ハマったな。俺のうん、デュッセルいいね、いい、よく避けられる、よく避けられる。バカ野郎、ダメかもいいや、お前もう強気いいよ、倒したいどんどん、いけいけお前モッドの手やりだからな、モッドの手やりだから知ってるか、知ってるか、お前手やりだからな、全然弱い武器で戦いようからな。なのになぜ必殺が出る、必殺出るね。うん、もうエフラム一人で突破できるぞこれ。あ手やり壊れちゃった、あ手やりが壊れたけ反撃できんで敵を倒せんやったっていうおし、魔法使いが来たぞおい。ああもういいよ、しな、もういいって。あリザーブとかなんか強そうだな、まあ、リザーブちょっと見たいな、敵がどこにおるか分からんけ見ることすらできない、とりあえず回復だな、はい、オッケー、へい、左上はもう安全になったから、てかさこれ安全になったからさ、あれだな、アメリアとヒーニアス交代していいな、場所持ち物交換、傷薬持ち物、傷薬使う、オッケー交代だヒーニアスまさかのここでヒーニアスがここに来るなんて、すごいな。あこの回復だな、あ回復ない、交換もらいます、傷薬と、オッケー、あエフラムどうしようかな、鉄の槍持ってくか、手槍持ってくか、うーん倒した方がいいなこいつは、結局倒さなきゃもんな、いや結局倒すとかなダメなんだよな、銀の斧当たると痛いんだよな、でもこいつやな、先にこいつや、あーきついなこれちょっと、頑張れ頑張れみんな、左上はマジ、全く問題ないからな、あいつバカだからな、あー斧でかい、あーいいね、めっちゃいい、すごくいい、うわーバカ野郎、次誰が来る、あいいね、いいとこが来た、よしよし、めっちゃいいとこ来たぜ、めっちゃいいとこ来たよ、一番最悪なのが魔法使いが真ん中に来ることなんだよ、あいい、奥から来るのはいいぞ、あいいね、これで攻撃できない、よーし、一番ダメなのはこの真ん中の列、相手のターンが終わんねえんだけど、これもうすぐ終わるぞ、ここの列のやつらが死んだり動いたりすると魔法使いがこっちに来ちゃうんだよね、そしたら相手に攻撃されるから、この弓部隊も攻撃されるようになるからきついんだよな、よしこれ守りきれるぞ、味方はだいぶ失ったけど回復がないんだよな、輸送部隊受け取る、傷薬と、持ち物傷薬使うと、 OK 待機、
で交換、傷薬、持ち物、持ち物、傷薬使うと。いいね、実にいいね。でこれ持ち物交換と、傷薬もらいますと。で持ち物使う傷薬、回復薬がいないとこんなにきついんだな。回復薬相当死んだからな。で本来ここ5人で戦うような場所じゃねえもん。十何体で なんとかやっていくようなところなのよ。よしいいぞ。うわ倒すなよお前そこ。誰が来る誰が来る。剣士くんな、剣士くんな、剣士くんな。剣士来たら殺してしまう。おっおっ、うわバカ野郎、やべえ、フラム死ぬ、やめて、もうやりたくない、もうここのステージやりたくない。ちょっと、ああマジで、あ大丈夫やな、大丈夫だよ、問題ない問題ない。とりあえずエフラムのところやで。あバカ野郎、うわやべえ、エイリック死ぬ。あよかった、殺すなよ殺すなよ殺すなよ、ぶねー、エフラム殺すなよ。よし生き残った、終わりだ終わり、もう帰ろう帰ろう、もう無理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 、もうアイテムがなくなる、特効薬がもうなくなるんだよ、次で終わるんだよ。えまだなの、ちょっとマジかよ。味噌舞台受け取る、確かもう一個あったよな特効薬。うわ二つしかないじゃん。どうしようかな。あお待って、回復したいんだ。あ、マジで？うわ、マジか。あ、回復したかったのに。うわー、待って、回復したかったのに。うわー、これ。マジか。じゃあ、ここ行くか。うわ、回復したかったのにな。まあ、もう、エイリック殺しちゃうから、敵を。エフラムか。回復は？傷口あるね。よし。したら、勇者の槍は絶対ダメだから、これを装備して、これを使おう。オッケー。まあ、アメリアも死なんだよ、さすがに。敵。で、これ特効薬。特効薬は持ち物交換か。よーし、オッケー。ちゃんとね、エフラムをね、上に持っていっとくというね。よーし、でかい。特効薬マジ好き。大好き。よし、これで最後の特効薬。ここまでしてやられるなんてことがあったら俺もうやべえぜ、ほんとに。特効薬3000もするからな、超高い。それを今回3つぐらい使ったからな、やべえ。FF で言ったらエリクサーめっちゃ使いまくった感じー。来んなよ、変なの。変なの来んなよ。よし、もう最初からお前来とけや、ふざけんなや。あ、魔法使い来んのいいね。うわエリック、よしよしよし、殺すなよ。よしよしよし、いいね、終わった。もう何もない、もう何も起こらない、起こりようがない、起こりえない、やったぜ。よっしゃー、あぶねー、全然勝ちじゃないけどね、こんなん。ラトナってなんで使えねえよバカ野郎、意味ねえよ。おー1万ゴールド、やったー、やったアイテム使った分じゃん、やったマジ嬉しい。あー来た、闇の樹海、あともう味方5人しかいねえよ、やべえ、これ倒せるかな、大丈夫かな。で最初の方になんかあれだったな、なんか言ったな、塔に行きますみたいなこと言ったけど、塔行けねえな、これ絶対塔行けねえわ。あこれ最後じゃないか、あれ20話で最後だっけ、あれこれ最後じゃないか、あれ最後っぽいぞ。うわぁ、もうレベル11でやばいしなぁ。うわぁ、ばば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 あー、これやばいね。はい、ということで、残り5体。やばいなぁ。うわぁ、エフラム強いなぁ。うわぁ、あとこんだけしかやらんのか。やばいね、マジで。ヒーニャスだっけ、ほんと弱いな。なんこいつ、なんこいつ、気にする、お前も弱すぎる。うわーこの3人でね突破せないけんの変わらんな。
あ、ミルラー死んだのちょっと痛いな。壁役が2体も死んでる。うわー、いけるかな、大丈夫かな。というところで今回はここまでにしたいと思います。多分塔にはいけないとは思いますので、このままエンディングに向かいたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。